形を作る中でウェルトン選手の使い方にもつながってくると、散らすっていうことは、まあ、後ろから組み立てるところもあるので、まあ、飯倉選手も長いボールを駆使しながらつないでいくんじゃないかなと。サポーターのチャントが交錯する中、今キックオフ、こぼれ球クリア、中谷この位置です。ここで出して黒川、ファンガラーの左足のクロス、もう一度クロス、決まりました。先制点はファンガラーの右足、今シーズン初ゴールを決めています。いやー、今クロスだと思ったんですが、はい、もうループシュート狙ってましたよね、はい。まあ、ただちょっとこうマリノスの選手がすごいレフリーのところにも行ってるので難しいでしょうね。ああ、今情報が入りました。攻撃側によるハンドありません。展開が変わっていくのでガンバとしても守りにくくなると思いますね。そしてヤマテウス、いいコントロールから、ただ黒川対応、渡辺康太クロスを入れてくる、上中の先、宮市だ、ポスト、長いホームボールでしたが、そうですね、坂本さん、いいターンを見せます。シュート、ゴールキーパーイクラ、その中でアンデルソン・ロペス、前を向いている、ダーンを振り切る、振り切って振り切って、ドリブルからのシュートを狙っていきました。こぼれ球、宮市のシュート、またバーだ。黒川、うまくボールを収めて、中にファンガラースルーパス、宇佐美貴史、裏に出て左足のシュート、ゴールキーパーイクラ、一気にチャンスを作りました。黒川、右足で出して坂本、宇佐美、宇佐美、2人を引きつけてクロスシュート、ヘッドタワンだ。またしても、宇佐美とダワンのホットラインがつながりました。そして見事なバク転、今タイミングがドリブルで仕掛けるって思った瞬間に上げたことで、よく戻った宇佐美、ウェルトンすごいスピードで裏に出ようとしています。ボールを奪い取ってキーパーと1対1かわした、バーッと、いくら素晴らしいプレーだ。手で合図してここはコントロールしようと、そしてここでホイッスルです。ガンバ大阪、前半のアディショナルタイム、このダワン貴重な2点目を挙げました。先制ゴールはファンアラーノです。センターバックの福岡、スタメンに2試合ぶりに復帰しています。ターゲットウェルトンのところですね。そしてここで胸をついたような形で入れました。鈴木徳馬、坂本伊佐、ターンしてシュート、いくら詰めた、ウェルトン。さあ、山下の俊足が飛び出した、一気に切り裂いた、ただよりいいディフェンスをしましたが、ここも見事に決めました。大きく息を吐いた奥野の四方。この交代の狙いというのはどう感じていらっしゃいますか。はい、まあ、やはり強度を保ちたいというところもあると思いますね、はい。あとは守備のところもしっかり整えたい、間でボールを受けて、メタラビ絡め取って前を向く、運んで運んでパス、ジェバリー、ジェバリー、右足のコントロールショット、ポストだ。ところでボールをキープ、さあジェバリが今度は逆に来た、右足のシュート、入りました。パナスタが湧き上がる、今シーズン J1 リーグ、ジェバリ、メシノが次々とやってきますが、かわして加藤ひじり、クロス、塩貝だ、好セーブ一森、ファーサイド塩貝の先、一森キャッチ、そしてここでホイッスルです。10年ぶりのリーグ制覇へ、シーズンダブルは許さず。